卓球女子で五輪に大会連続メダリストの福原愛さん32が20日、マネジメント会社を通じ、台湾に住む母、千代さんが日本に帰国することを報告した。現在、日本に滞在している福原さんは、報道各社に向けてコメントも発表。この度、両家族で話し合い、私の母は日本に帰国することになりました。夫に台北の空港まで送ってもらい、日本の空港では私の兄が迎える予定です。母は高齢で介護も必要なため、皆様にはご配慮いただけますと幸いですと綴った。福原さんは最近になり、16年9月に結婚した夫、高博士傑32との離婚危機など、複数の週刊誌で夫婦間の問題が報じられている。これらについては、現在、夫婦間で子供にとって何が一番なのかを話し合っている最中で、何もお話しできる状況ではないこと、申し訳なく思っております。誠に勝手なお願いではございますが、母親や子供、両家族への配慮、何卒よろしくお願いいたしますと説明した。